鈴鹿市郡山町の長生池で羽を休めているのは8羽のコハクチョウの群れですコハクチョウは渡り鳥でユーラシア大陸から冬を越すために日本へ飛来しますが日本野鳥の会三重によりますと県内で確認されることはあまりないということです近所の人によりますとコハクチョウは先月からこの池に姿を見せるようになったということで野鳥愛好家らがカメラや双眼鏡を手にその姿を楽しんでいました 野鳥の貝は近づいたり大きな音を出すと驚いて逃げてしまう可能性があるとして遠くからそっと見守ってほしいとしています。